The title of her speech is Watashi no Deatta Nihon, which means the Japan I encountered. Please welcome Miss Ohashi Tsutinara. こんにちは。今日は私の話は私の出会った日本、はい、よろしくお願いします。私の出会った花田君の4月に来たんで、コンパニオンとして6ヶ月間働いていました。そこで客として来ていた日本人男性と知り合い、次の年に結婚しました。私には、高さんと小さんの娘がいます。仕事は英語の教師をしています。大阪府のいろんな学校に、日本語で話をしなければなりません。同僚の会話はまだ理解できるのですが、リオサさんの日本語がわからないのです。ほとんどが大阪弁で、しかも発音がはっきり聞き取れません。例えば、食事をする前に食べこぼしをする人はエプロンを使います。私が横浜で習ったのはエプロンでした。でも、強ささんは、まず感激したのは、私は初めて万博公園にある日本庭園に来た時でした。ちょうど11月頃で、もみじが赤くなっていた時でした。それは素晴らしい風景で、私のホームシップが癒されるようでした。それでは次に、中国の料理店についてお話ししたいと思います。今年は初めて、精進の大阪の時間でお正月を迎えました。しかし、家や外でも、玄関では必ず靴を脱ぐという習慣や、相手に尊敬の気持ちを表すために礼をすることを知りました。これが日本の文化に接した最初の体験でした。日本人は本当に礼儀正しいと思っていましたが、来日した時に電車の中でお年寄りに席を譲らない若者や茶髪にしたコンビニの前で座っている行儀の悪い若者には結構がっかりしました。しかし残念ながらイギリスにも同じようなことがあります。昔のいわゆる騎士道を持つ人は非常に珍しく、現在サッカーの試合で暴れるフーリガンや夜道を歩くおばあちゃんのカバンをひったくる若者がいて、こんなところは見てほしくありません。でも、イギリス人も日本人も